やほやほ、イエーイ。この時間はいっぱいやってそうじゃない？どうなんだ。あ、でも意外にやってないんだね。なんかさ、私さ、結構さ、そんなめっちゃなんかめっちゃさ、最初の方みたいにさ、ブワーってさ、人がめっちゃさ密集してるわみたいな感じの日ってあったじゃないですか。なんかそんな感じなのかなって思ったの、日曜日だし9時だし。意外にそんなことないんだね。あんまりめっちゃ人が多いってなんないんだけど、なんでなんだろう。今回60人ぐらいいるのにあんまりブッキングしないのは何だ。時間のあれかな。でも9時10時って多いよね。9時10時ってこの時間帯めっちゃやってそうじゃない？人でも9時からの人が何人かね出てきましたよ。あ、本当だ。あ、増えた、増えましたね。9時からってさ、いいんだね。9時からって、まあそうよね。9時10時21時、22時、23時、ぐらいが一番人が多いよね。8時か20時とそれぐらいがやっぱ一番人が多いですよね。そんなことありません？ありますよね。あ、4人に減ったんだ。じゃあ終わったのか、9時のタイミングで。もしかしたらね、ご飯食べましたよ。食べました。うん、美味しかったですね。いて、ご飯食べて、チョコレート食べて、そう、んで、それで15分前とかになってさ、あ、それ時間だってなって、ここにスタンバイフォーエバーして、それで15分前になったから、15分ここにスタンバイして、時間になるまで待って、時間になって始めたみたいな感じ。そうなんですよ。そう時間になって始めたみたいな。このさ、始まるさ15分前とかさ10分前とかがさ、一番さ、もうさ、すごいさ時計気にするよね、こうやって。でさ、なんかさ、そのさ15分前とかにこうやってスタンバイするじゃん、スイッチとかつけて、全部10分前とかさ。でさ、じゃあちょっとその時間までに暇だから
なんかしようかなみたいな感じなんじゃん。それでさ、なんかしててさ、あ、やべやべやべ、時間の時、なんかそれまではそこでさ、こうやって見てんじゃん、いろんなものでさ、あ、まだ2分しかない、あ、うん、まだ全然あるな、うん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 、オッケーオッケー、うんうんってめっちゃ見てんのだけどさ、それさ、波に乗り出してきた時にさ、こうやって集中してこうやって読んでんじゃん。それでさ、こうやって読んでて、それでパッて見たら、あ、1分前だなんてなる時ってさ、ありません？そのさ、これ結構早めにスタンバイしちゃってさ、あ、ちょっとこのすごい中途半端な時間どうしようみたいな感じになってさ、こうやってやって見てんねんけどさ、すごい時計見んの、もう1分に1回ぐらいずっと見てんの、ずっと時計気にしてて、で、わっ、めっちゃいい感じやんってなった時にパッて見たら1分前とか2分前で、うぅぅぅぅ準備しなきゃみたいな。いや、もうさっきもそうだった。15分前にさ、ここに立ってさ、ねえ、こうやって見てたので、ずっとすごいチラチラ時計めっちゃ見て、で、それでまあ、こうやってちょっと集中して見てたら、1分前で、えべべべべ、えべべっつって、えべべべってなって、嘘で、バタバタと片付けてた。さっきとりあえずスイッチボタン押して、それで急いでバタバタバタって片付けてましたね。あるあるですよね。なんか時計気にしてるときさ、中途半端なさ、端数の時間がめっちゃ気になんない？あとちょっと来る来る来るみたいなさ、時間がさ、すごいさ気になるよね。なんか余裕持ちすぎて、余裕が余りす、余裕持ちすぎて準備したらめちゃ余裕が余りすぎてどうしようってなって、じゃあちょっとその間の時間潰しなんかしようかなって、なんかしてる時に限って、限って、あの、バッ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 バタバタするよね。まあ、そういうのさ、まあ、そういうのあるあるなんだよね。特にこういうショールームイベントとか、もう 時間を気にしないといけない時ってずっと時計見てるからさ、なんかずっと時間に追われてんの、とりあえず、とりあえず時間に追われてるからさ、そうそう、なんか バタバタしちゃうよね、変に。そうそうそう、なんかさ、ごめん、なんかさ、まあ、ご飯作ってて、まあ、次の配信も1時間半とかあって、よしご飯作ろうってこうやって作って、で作ってんじゃん、え、待って、時間何分だなって、あ、まだ30分だ、オッケーオッケー、作って、あ、時間何分だみたいな、あ、やばいやばいやばいなるんだよね、結構。うん、とかなんか朝早い時とか寝落ちしちゃうの、たまに、あの、このショールームとショールームの間に、え、マジで勝手に寝てんの、寝ようと思ってないんだけど、でパッて起きて、あと40分ぐらいあるってなったら、アラームを15分前にかけて、それでもし寝すぎたとしても15分前には起きれるし、まあでも大体アラーム鳴る前に起きるんだけど、そう、なんかね、なるよね、そういうこと。ならないか。っていうことがね、多いんですよね。繰り返しを押しすぎてね、確かに。なんか例えば19時15分とかにアラームかけたとして、でももう一回もう一回ってやると結構後にさまた鳴るやんってなったらさ、
あれ自分何回何回押したっけってなってさ、うわこんな時間やみたいななるよね。でもその気持ちはわかる、めっちゃわかる。そういうことはあるよね。しかもあのね繰り返しって意外に粘るんですよ。いやマジで繰り返し粘る。15分ぐらい繰り返しになってくれるんやんか。なんかさ、なんていうの、そう実際何時かわからんくなる。しかも私の場合めっちゃアラームかけてるから、1個とかじゃなくて5、6個とかかけてるんですよ。だからなんかそのアラームがそれもう一回繰り返しってなったら、なんかもうマジすんごい感覚で、もうアラームしかずっと鳴ってない。あもうずっと止めてはなってってさ、まあでもわざとそうしてんねんけど、その寝坊したらあかんから、そう寝坊したらあかんから、なんか5分間隔に目覚ましかけたりとか2分間隔に目覚ましかけたりしてんねんけど、朝早い時とかね。でさ、それで繰り返しとか押すとさ、もうなんかもうアラームしか鳴ってないの、ずっとアラーム鳴ってんので、結局だからうるさいから起きんねんそう、やっぱね朝早起きが苦手なので、あのまず遅刻だけはしたくないので、なんて言うんだろう、なんか割と鳴るとちゃんと吸っておきますね。そう朝苦手やねんけど、苦手やからこそなんかちゃんとなんか吸って、なんか起きようっていうか、起きようって脳がなんか勝手にする。なんかわかるかな、あるあるだと思うんですけど、そうあるあるだと思うんですけど、そうそうなんですよね。なんかのフィルムやってんの、なんかのフィルム剥がしてんの。いや違います、あの私がそのさっきあの話してた通り、あの配信の15分前にスタンバイして時間があるからって、あのちょっといろいろ見てたんですよ。それですね、すいませんね。そういろいろ見ててしたら、パッて見たら1分あのほんとさっき話した通りなんですけど、そう1分前になっててやばいってなって、とりあえず配信ボタン押したみたいな感じ。そうだからこう見てるものがここにあるんですよ見てたものがあって、それですね、それをプル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 やってたんです。すいません、申し訳ない。あそうだ、なんかさ昨日の配信だっけ、どっかの配信でさ、あ今日だ、あ今日か、え昨日か、忘れた。なんかもう配信やりすぎてどれがどの話したか全然覚えてないけど、なやつでさ、あのさショールームのコメントでさ、ワンピースのさそのさ四校の話になってたじゃん。それで今日ワンピースフォローしてんの、星さんのやつってさ、ツイッター見てたらさ、私がさ本当にさこの間さその四校の話してたやん、誰が四校のメンバー、新しい四校が誰のメンバーかみたいな感じの話してたやん。
それでさ、なんかさ、なんか違うよって言われてんけど、一番最新の、私は一番最新の4校の話しててんけど、なんかコメント欄はまだそこまで言ってへん人おってんやろ、なんか違うよメンバーみたいな言われて、えってなって、でも会ってたっていう話したじゃないですか。それでさ、今日さ、ツイッター見れてん。そしたらさ、4校の、今の4校のなんかこう書いてる先生かな、こう書いてるやつの動画があって、でその上にツイートの上になんか、なんかね、なんだっけな、コミックなんちゃらの方はネタバレを含みますので、ほにゃ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 って書いてあったの。そう、そう、なんか一番ジャンプ買ってる人だったら多分その内容、その動画は分かんねんけど、多分ジャンプ、なんて書いてて、なんか多分ジャンプ買ってない人とかアニメ勢の人はそこまで行ってへんから、そう、なんかあの、そのネタバレ含みますよみたいな感じでさ書いてあってさ、それで私はね、わあなんてタイムリーなんだろうって思ったの。そうで、なんかつい最近さ、その話を、まあ、したわけじゃないですか。どこ行ったんだろう、分からんですけど、なんかのついてて見たんですね。ちょっともう分かんない、どこ行っちゃった。そうで、それで見て、わあめっちゃタイムリーな話やなと思って、すごいタイムリーじゃんって思ったから話そうと思って、今思い出して話したんだけど、そうっていう、なんかよく公式さんからネタバレ食らうあるあるみたいなのもさ、この間言っとったやん、ショールームでね、なんかそういうのあるよねみたいな。それでその話しとったでさ、ちょうどつい最近、あ、ちょ、昨日、今日かな、だって忘れたけど、タイムリーにそのネタバレ食らったんよ、食らったんよっていうか、ネタバレ、あ、3時間前のやつだわ。動画はコミックさんにはネタバレを含みますって書いてある。明日発売の WJ34号では連載会再開&最終章突入号関東カラーもワンピースです。その制作過程動画を SNS で先行公開。オタッチはデジタルで、あまりで当たりをつけてから紙とペンのアナログ作画で完成させてます。完成したいのはジャンプにてってやつで、もうゴリゴリにね、そのなんかこれが回ってきたの、ツイッターで。でさ、あーすごいタイムリーだと思って、なんかそれこそネタバレあるあるあるよねって話してたし、ちょうどワンピースのこの4校の話してたから、うなんてタイムリーなんだろうと思って、なんかえ、こんなにさ、なんかさ、え、こんな合わせてくることありますって思ったわけよ、自分。え、なんか誰か見てんのかなって思うぐらいタイムリーすぎて、やばくないって話。やばくない、これはワンピースとかに限らず、でもアニメは結構多いんだよな、公式さんからさ、やっぱり最新の話に合わせて情報出してるから、ジャンプとかでもネタバレ食らうことすごく多くて、そう、そういう話してたけど、なんかすごいタイムリーだなと思って、すごいタイムリーだと思った。その話をみんなにお届けしようと思って、今しこうやって喋りました。こういうことがあったんだよっていう今日のまあ一幕でしたね。じゃんじゃん、うん、でもこういうのさあ面白いよね。なんかこういうさ、公式さんのツイッターとかでもいろいろ知るじゃん、正直。情報とかもさ出てるしさ、なんかそれこそグッズとかも全部さ、こういうので発信されるじゃないですか。そうだからさ、やっぱさ、フォローとかしてるしさ、チェックしてるんだけどさ、まあそういうのでこうたまにね、ネタバレって食らうよね。そうそうそう、まあでも私はあんまり気にしない、いや気にするけども、自分で見たものに関しては気にしないんだけど、いやもうだってチェックしちゃってるからさ、そうの方に関しては気にしないんだよね。まあ、気にしとったらもう生きていかれへんからね。でもいろいろネタバレってもんはありますよね。
タバレ、ネタバレか分からんですけど、よく私よりファンの人が詳しいっていうのは、まあちょっくらあるあるかなっていうのはありますね。イベントとかもそうですけど、今はもうないですけど、ほとんど。昔はね、なんかイベント出るねって言われて、出ますっけ私みたいな、私よりファンの人の皆さんの方が詳しいみたいな、昔よくありましたね、そういうのね。ね、フォローしましたってありがとうございます。そう、ネタバレ、ネタバレ続きではないですけども、なんかそういうのって昔は本当によくあったなってめっちゃ思いません？思いますよね、思いませんかね、思いますかね、どうですかねいや、なんか私はよく思うんですけど、どうなんですかね。そう、あ、わかる。スケジュールはファンに聞く方が早い。や、いやそれな、マジで。なんかいついつって何かありましたっけみたいなのをファンの人に聞いた方が、マジでファンの人の方が詳しい。なんかなんかさ、うちらもさ、なんかいろんなのがありすぎてさ、もうスケジュールとかさ、何がなんだっけみたいになるじゃん。でもそういう時はさ、ファンの人にさ、なんかこうやってさ、何でしたっけみたいな風にさ言うとさ、ファンの人がさ、いやこれはね、なんとかのイベントなんだよとかさ言ってくれるから、もうファンの人が詳しい。なんならなんか毎週原もなんかのコメントでさ、なんかファンの人の方がマジでなんかスケジューラーだわーみたいな感じのコメントしてた人がいたんだよね。いや、まあ確かにそうまあ確かにそう、それはそう。いやでも頼ってるっていうもうことなんですよ。そういうことなんです。ファンの人はちゃんと理解してくれてんなーっていう感じで、そんな感じですねそんな感じですね。ワンピースレッドでもさ、一番くじあるんだって、8月27から。わー、いいな。てかさ、あれは終わったの？なんか名場面集フィギュアみたいなやつってさ。あ、これこれ。これいつからだったの？ 9 月なんだ。これ、もうね、これめっちゃ狙ってんの。でも、すんごい、すんぐ売れ切れそう。ちょっとさ、一瞬ね。一瞬話していいかな。え、あのさ、これこれ9月24日からなんだって。ファミマなどって書いてある。え、この何これ、一番くじワンピースエモーショナルストーリーズのやつ、これこれよ、これめっちゃ楽しみにしてんの私。セリが騒いでたやつかな、だって。あ、これ騒いでたやつですか。そう、めっちゃ楽しみにしてんのこれよ。私はこの B 賞のさ、ローとさ、コラソンのやつが欲しいんですよ。これもう、これがとーっても欲しい。まあ当たらないですけどね。やっぱりもうこのメマ年始は涙をなくしてはもう無理ですね。エモーショナルストーリーですよ。エモーショナルストーリー、やよいですね。でもこのワンピースレッドのさ、一番くじもね、楽しみですね。もうこんなもんね、やっててマジでお金何本あっても足りんのですよ、悲しいことに。あと2022年12月下旬からさ、覇王色覇気激突モンキー・ディ・ルフィのフィギュアとカイドウ二重型フィギュア、 A 賞 C 賞、え、 B 賞どこ、 D 賞 E 賞ってなってる。B 賞は決まってないんだ。これもあるってよ。わあ、めっちゃあるね。こんなのさ、もうまた争奪戦ね、みんな。もう絶対ないじゃん。都会なんて絶対ないよ。田舎でもなかったんだもん。でもなんかそれこそさ、いろんなさ、ズズ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 ズ
だからさ、ママにさお願いしてさやったけどさ、もう田舎もね一瞬でなくなった。やばくない？そう、しかも香川ってやっぱさ少ないじゃん、置いてる
個数も東京に比べて。だからさ、やっぱね一瞬でなくなるんですよ。もう本当にいろんな一番くじが本当なくなる。でも私は結構それこそあの呪術廻戦の止まった呪術廻戦 の、 あの、ね、いつのやつか忘れたんですけど一番くじのやつで A 賞が虎杖悠仁のフィギュアだったんですよ。それをマミーがしてくれて、私がねしたいしてほしいって。東京のやつはもうなくて、だからしてほしい。あ、止まってない、あよかった。なんか止まったってコメントあったから止まったのかと思った。こっちは動いてたからなんかまたこっち動いてるのにそっち止まったパティーンかなと思ったんですけど、大丈夫そうです。そう、それでしかも A 賞の虎杖悠仁のフィギュア当たったの、今飾ってるんですけど。そうなの、私一番くじでフィギュア当たったの初めてかもしれんな。まあ私が引いたんとちゃうんですけど、ママさんが引いたんですけど、うちのマミー結構くじ運強くて、本当になんかうちのマミーアニメ超どうでもいい人なの、マジで興味ない人なんですよ。だからなんかあんまり興味ない人が引く方がいいんかなって思う。なんかランダムのなんか缶バッジとか、あのなんかママが昔アニメイトに行った時にあの買ってきてくれて、で缶バッジで推しのシロちゃん引いてくれたんですよ。やばくない？やっぱさ、なんか良くない方がさいいんかなってさ思ったりするよね、そういうのって。そう、うちのマミー結構引き強いんですよね。やっぱあんまりねもう欲しい欲しい欲しいって思うって逆になんかこうよろしくないのかなっていうふうにも思ったりもするけど、なんか欲しいもんは欲しいからね、そんなもの言われたってねって感じもしますよね。うん、難しいとこですよね。よし、じゃあランキング読みたいと思います。13位あーさん、12位タルタンさん、12位和田さん、10位清水拓也さん、9位つーちゃん、8位ほほさん、7位つっちーさん、6位まーにゃんさん、5位おかやんさん、4位ちかいしーさん、3位みくろさん、2位かずゆきさん、そして今日の第1位はたたんさんありがとうございます。はい、というわけで次の配信は、23時からなので皆さん1時間半後にまた、お会いしましょう。23時からのやつが今日のラストになります。はい、ちょっと明日の配信なんですけど、あ、ちょっと明日ねレッスンがあるんですけど、私ちょっとそのスケジュールまだ来てないので、多分23時の配信が終わってスケジューリング組んで逆算して組んでまた出すって感じなんで、多分明日のショールーム一覧表はまだ多分日付変わった頃にツイッターで載せますので、ちょっと遅いですけどもよろしくお願いします。というわけで次の23時でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。